皆さんこんにちは。ECE3 チャンネル、チェス。さあ続いてリリリさん、石井さんのリスペクトしている人は誰ですかということでね、僕常日頃から何かっていうと言ってるんですけど、同期のですね芸人で今千葉公平っていうね芸名でやってる、大阪の新喜劇に今属してるんですけど、本名金成公信っていうんですけど、もともとハローバイバイっていうコンビでねやってた男で、同期なんですよね。でまあ NSC 行ってた時代、吉本の養成所行ってた時代はそんなにコースが違ったので仲良くなかったんですけど、卒業してね同じ劇場に出るようになってからすごい仲良くなりましてね、もうその当時はもうほぼ毎日一緒にいたと思います。1週間のうち5日間ぐらい一緒にいたんじゃないかな、それぐらいいたんですけど、仲いいっていうのもあるんですけど、本当にね尊敬してるんですよね、芸人として。なんなら僕芸人界で一番尊敬してるかもしれないです。ダウンタウンさんのことももちろん尊敬してますし、それがきっかけで芸人を始めたっていうのはあるんですけど、まあ今リスペクトっていう意味ではもう本当その今千葉公平ですね。で千葉公平が最近YouTube チャンネル始めてね、大阪のその新喜劇に属してからですね、大阪の西成地区というところに住んでるんですけど、西成ハウスっていうね、名前でですね YouTube 番組やってて、これめちゃめちゃ面白いんで、よかったら皆さん見てみてください。で面白かったらチャンネル登録してあげてください。本当面白いんで僕もすごい見てるんでね、よろしくお願いします。さあ続いてトミーさん。